イソップ4件いきましょう。さあこんな形でご覧になってもらいましょう。ボンタ君のすごい芸、こっからバック転でいきます。いきましょう、ゴーバック転。おー、はい、気をつけ。大丈夫、やる気あんの、歩き、やる気あるか、立って、ちょっと待って、はい、おいでおいで。ちょっとね、足が冷たいんで動き悪いですね。ちょっとね、皆さんに見てもらいましょう。はい、ポンタ君のね、身長とね、このバーの高さ、はい、立って、じゃあね、ここまで上げよう、てっぺん、このてっぺんまでやります。さあ見てやってください。このポンタの身長よりもはるかに高いんですよ。すごい高いでしょ、すごい高いんですよ。気をつけ、いい、ポンちゃん、はい、気をつけ。今ね、飛ぼうとしたでしょ、今ね、頑張れよ。助走取らないと無理なん、助走を取るまで頑張っていきましょうか。ポンタの身長よりもはるかに高いこの高いバー、このてっぺんです。いきましょうか。こちらの方、思いっきり、じゃあね、いける、はい、もう彼の手が遠かないぐらいまで、ね、届いてるから。行ったらこちらの方でご挨拶をやってみたいと思います。いきましょう。通り過ぎだよ。はい、頑張れ。ポンタ、頑張って、ゴン、行って。2回やったら飽き飽きだよ。いい、ポンちゃん、いいよ。はいよ、頑張れ。よいしょ。はい、立つ。じゃあ皆さんにご挨拶をさせていただきます。気をつけ。はい、本日はこの晴れ晴れとしたこちら柴又帝釈天にお越しいただきまして誠にありがとうございます。見てやってください。こんな風に障害物を置いても飛び越えるんです。行きましょう。はい、ポンタ。さあよ、飛ぶよ。ほら、これすごいでしょ。じゃあ今度2つです。ハードルが2つに増えます。いいですか、2つに増えるんですよ。これを飛ぶんです。ほら、ボンタ、飛んでやってよ、行ってやってよ、ゴーゴー。あーらー、皆さん、なんか足りませんか。お猿さんですよ、お猿さん、盛り上げがないんですよ、皆さん、こうね、あー、飛べたとかね、そんなんじゃないんですよね。この子だってね、人間と同じ心を持ってますからね、そういうのをね、盛り上げてくんないと腐っちゃうんですよ。はい、頑張って行くよ。さあ皆さん、こんなちっちゃい体のね、この5歳の子が頑張ってやってるんですよ。はい、ほら、素晴らしい。こんな風にね、僕たちも教えてますが、ここでもね、やっぱ人間の育成もしなきゃいけないんですね。じゃあ行きましょう、ポンちゃん、このすごい芸をちゃんと述べた皆さん、大きい拍手や褒めでやってください。行きましょう。さあ頑張って、冷たい足で頑張ってますよ、彼。行きましょう。これを飛べるか、見てやって、よいしょ、いいでしょう。ギリギリでした。行きましょう。こんなことをやるんです。レディーゴー。ほら、これどうですか。開いていくんですよ、つまりここ。皆さん、どんどんと運が開いて、いいものが入ってくるように。こちらの方、運の開き、開運のゲート行きましょう。さあ行きましょうか。こっから飛んでいきます。見てやってください。よいしょ。そしてここで男張りのこのドヤ顔ですよ。ダメなんですか、いいでしょ、よろしいでしょ。何がご不満なんでしょう。いや、離れすぎて飛べるかなんだか、うん、心配でさ。そうですか、じゃあいいですよ、こんくらい。いいってやりますよ、うちのポンタは。何点だって5歳ですからね。すっごい。いっこ。